今回は呪術廻戦のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。こんにちは、役立たずミワです。いや、そりゃ普通にかっこいい人は好きですけど、一緒にいて楽しいというか、私にはこの人しかいないって思えるかどうかが大事ですよね。やだ、恥ずかしい。ということで今回解説するのは呪術廻戦の登場人物、三輪かすみだぜ。京都校の2年生ね。ということで解説していくぜ。三輪かすみ、呪術廻戦の登場人物で呪術高専京都校の2年生だぜ。スーツのような制服と前髪を斜めに切り揃えた水色の髪が特徴で、髪の色は地毛だぜ。見た目が見た目なのでクールな性格に見えるが、実際のところはど天然で騙されやすいぜ。素直で人当たりも良く、誰とでも分け隔てなく接するため、癖の強い京都校の面々ともそつなくコミュニケーションが取れる潤滑油的存在だぜ。京都校サイドの板取りって感じよね。根垢な性格、髪の色が特殊、接近タイプ、切り替えが異様に早いなど板取りと三輪は共通点が多いぜ。それゆえに三輪は京都校サイドの板取りと言えるかもしれないぜ。当の本人たちは話してる描写はほぼないがな。非常にミーハーな性格で呪術界でも屈指の有名人である五条の姿を見た際は立場上クールに振る舞ってこそ板が内心ウッキウキになっていたぜ。三輪の名前の由来もミーハーからで、霞という名前は同級生の良さげな名前をそのまま付けたらしいぜ。板取りと三輪は精神的に曇らされることが多いけど、立ち直りがそれ以上に早いわよね。争いや横暴な行為を好まず、交流会で板取りを殺すよう学願寺に指示された際は仲間内で唯一暗殺に乗り気ではなかったぜ。変わった人間の多い呪術師の中では一般人に近い常識的な感性を持っており、作者からは、普通のまま呪術師をやっていることが少し異常と評されているぜ。呪術師はネクラだったり頭のネジが飛んでる奴が多いのに三輪は本当に普通よね。好きな異性のタイプはミッターマイヤーらしいぜ。ジュジュ散歩を見る限り、恋愛に関してはロマンチストらしく、一緒にいて楽しくてこの人しかいないと思える人がいいと答えてるぜ。ちなみに彼女は前髪が整っておらず、少し斜めってるが、これは金がなくて床屋や美容院に行かず自分で髪を切ってるからという考察があるぜ。中学1年生の頃バイト中に新影流の最高師範にスカウトされ、流される形で呪術師になったようだぜ。なんでスカウトされたの？呪いが見えてることと髪の毛の色が理由でスカウトされたらしいぜ。呪術廻戦の登場人物は基本的に黒髪が多く、髪を染めてる、外国人との混血などの理由がない場合、呪術的に特別な意味があるらしいぜ。板取りの頭の色も地毛らしく、呪術的に特別な意味があるようで、三輪と板取りは同じタイプなのかもしれないぜ。また、三輪の髪の色は呪力と同じ水色だぜ。三輪の髪については回収される時が来るのかしらね。今のところカットされて終わりそうな気がするんですけど。ちなみにバイトは学校に無許可でやってたらしいぜ。無許可でバイトをやってた理由は家が貧乏だからで、弟も二人いるらしいぜ。どうやら小学校の頃はバスケ部のキャプテンをやってたらしいぜ。キャプテンをやってたあたり、バスケはそこそこできるのかもしれないぜ。彼女は呪術師にもかかわらず割と普通の感性だが、これについては原作者曰く、価値観が地に足をついてたからじゃないですかねとのことだぜ。貧乏なのね。貧乏ゆえに呪術師の昇級にも結構積極的で、呪術師になった理由は家族を楽させるためだぜ。普段は天然だったり、ギャグっぽい言動が目立つが、呪術師の死亡率の高さも理解しており、決して軽い気持ちでやってるわけではないぜ。また、三輪は三輪で同級生をはじめとした仲間との接し方にいろいろ思うところがあったらしく、仲良くなりすぎると死んだ時辛いからどこかで線引きしてたと語っていたぜ。三輪はそういうのあんまり考えなさそうだけど、そんなこともないのね。だが交流会編以降、京都校同士で少しは距離が縮まったと感じたようで、もっとみんなと仲良くなりたいと思うようになったようだぜ。呪術廻戦の女性キャラはどいつもこいつも勇ましい人物ばかりで、三輪はその中でも数少ない貴重な女子らしい女子キャラだぜ。それゆえにやはりというべきか、呪術廻戦の女性キャラの中で一番モテるらしく、メカ丸に好意を持たれていたぜ。こういった理由から真の呪術廻戦のメインヒロインと言われることもあるぜ。呪術廻戦は男性キャラのバラエティは飛んでるのに、女性キャラはやたら偏ってるわよね。呪術廻戦の女性キャラの性格の偏りはブリーチの原作者の久保先生も指摘してたりするぜ。これについて作者の芥見先生曰く、女性を描くのに苦手意識があるかららしいぜ。また作者曰く、親も見てるんだよなぁという意識も働いてしまうらしく、元からお色気が得意じゃないこともあって、あまり女性キャラのお色気要素は出さないらしいぜ。それゆえに作者は三輪のことが苦手なのかもしれないぜ。作者は板取りが苦手らしいし、その板取りと似たタイプである三輪も苦手なんでしょうね。三輪の誕生経緯はミーハーなキャラが欲しかったからとのことだぜ。
呪術廻戦の女性キャラの中で可愛げのある描写が多いからか、出番の割に人気が高いぜ。特にネット投票ではミワが女性キャラで首位を取ることが多いぜ。まあ、原作の人気投票は出番が少ない上に活躍もないので控えめな結果になりがちだがな。呪術廻戦のキャラの中で彼女にするなら？みたいな獅子の人気投票だとミワが大体トップだぜ。ミワや歌姫ぐらいよね、性格きつくない女性キャラは。また、アニメでの出番がものすごく盛られてることで有名だぜ。原作では印象に残りにくいミワだが、アニメではミワの演出がやたら盛られてるぜ。ミワが出てくるときは大体作画に気合が入ってるし、ジュジュ散歩での出番もやたら多く、少ないミワの出番をなるべく増やそうとしてるアニメ制作陣側の努力が感じられるぜ。映画の呪術廻戦ゼロでもミワの活躍が京都校の中で一番目立っており、アニメ制作陣のミワ好きが伺えるぜ。ミワはめちゃくちゃ出番持ったくせに東堂はほぼカットというね。ということでここからは彼女の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。メカ丸には好意を持たれているぜ。だが作者曰く、ミワがメカ丸の好意に気づいてたかは微妙とのことで、ミワは恋愛に鈍感であることが伺えるぜ。ミワはメカ丸と会うことを望んでたようで、いつか会いに行こうと思っていたぜ。元から同級生ということもあって一緒にいることが多かったようだぜ。ミワはメカ丸にギリでエボルト炭酸電池をあげたことがあるぜ。エボルト炭酸電池はミワと西宮に騙されたのよね。マイとは同級生なだけあって一緒にいることが多いようだぜ。劇中でもミワはマイの近くにいることが多いぜ。お互い下の名前で呼んでるので仲がいいことが伺えるぜ。だが、マイはミワがからかいがいがあるからか、よくからかってる上に騙してるぜ。二人で喋ってる描写も確認できるぜ。ミワはマイ、西宮とつるむことが多いようで、三人で買い物に行くこともあるようだぜ。てかミワとマイが会話してる回想シーンはミワに光が当たっててマイは影で隠れてるわよね。西宮とは先輩後輩で仲がいいようだぜ。ジュジュ散歩では西宮とマイがミワの残していた枝豆を勝手に食べたりしてたがな。西宮が美味しいカップラーメンを作ったことですぐにミワは機嫌を直してたが、深夜のカップ麺は翌朝に響くといったことで再びげんなりしてたぜ。ミワはマイだけでなく、西宮にも騙されることが多いようだな。まあ、仲はいいようだがな。西宮とは原作ではあまり話してる描写がないわね。東堂、カモのことは苦手らしく、彼らに何かある時はメカ丸を通しているぜ。五条のことはあくまでもファンなだけらしく、恋愛感情はないらしいぜ。また、五条からはいい人そうなこと評されてるぜ。ちなみに歌姫もいい人そうなこと言われて真っ先にミワを思い浮かべてたりするぜ。ミワの主な対人関係はこんな感じかしらね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。お願いします。戦闘の際には刀を扱い、刀に呪力を乗せて戦うぜ。ただし攻撃手段を刀にほぼ依存しているほか、聖徳術式も持っていないため、刀を失うと何もできないぜ。初登場時に所持していた刀は継続した呪力付与の影響で半ば呪具化していたが、破壊されたためやむなく新調しているぜ。基本的に刀を使った接近戦を行うため、仲間と連携して戦う際は彼女が前衛を担当してるぜ。ミワがスーツなのはスカートだと動きにくいかららしいわね。本編での活躍はぶっちゃけ微妙だぜ。というのも、ミワは術師としていいとこ平凡でその上めちゃくちゃ強い相手とぶつけられてるからだぜ。巻にはボコボコにされて刀を奪われ戦闘続行不可能になり、トゲの呪文で眠らされ戦闘不能にされ、ニセゲトウとの戦いでは素手で受け止められた上にあっさり折られてしまってるぜ。ただし、本編外だとちゃんと活躍しており、映画では呪霊を撃破してる描写があり、小説では二級呪霊を払ってるぜ。二級呪霊を払ってるなら決して弱くはなさそうね。本編に出てる敵が強すぎるから相対的に地味になってるけど、巻にボロ負けしたことにはさすがに答えたらしく、役立たずミワですとか言ってたぜ。また巻にボロ負けして呆然自失としてる中、タピオカって言うほど美味しいかと考えており、ずれてる面があるぜ。余談だが彼女は昔髪の色を染めていたが、定期的に染めないとすぐに地毛の水色に戻ってしまっていたらしいぜ。さっきも少し話したが、ミワの髪の色は呪術的な意味があるらしく、彼女には何らかの才能が秘めてる可能性が高いぜ。まあ、作者がミワの伏線を回収する気があるのかどうかわからないけどね。新影流、簡易領域、抜刀！新影流、簡易領域、抜刀。新影流の簡易領域を展開し、領域内の半径 2.21 メートルに入ったものにオートで刀によるカウンター攻撃を行うぜ。正面への反撃に特化した新影流の最速の技だぜ。納刀した刀身を呪力で覆い加速させる新速の居合抜きであり、領域によるカウンターと合わせて使うぜ。現状、ミワが使える唯一の技だぜ。地味に領域展開の対策になる技なんだが、あまり活かされてることはないな。
領域対策になるのにいまいち活躍できないわよね。性質上、近距離か遠距離どちらかのみの相手には比較的有利に立ち回れるが、オートなのでデコイで間を潰されると弱く、デコイを自動的に攻撃してしまい、術の発動後は隙が生じるぜ。また、両足を地面につけることを条件としているため、足が離れてしまうとリセットされてしまうという弱点もあるぜ。余談だが、青い髪色に彼女のニコニコ顔、カウンターが使えることも合わさってポケモンのソーナンスに似てると言われることがあるぜ。ミワの能力の解説はこんな感じかしらね。総括すると彼女は呪術師にしては珍しい根垢な人物だぜ。非常に可愛らしい人物で呪術廻戦の真のヒロインと言われることもあるぜ。そうね。ということで美和かすみの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。